淡路山丸は、三井物産船舶,舶部が運航していた1939年に、春工の貨物船である。太平洋戦争前に建造をされた、日本の大型高速貨物船の頂点に立つ、優秀船であったが、太平洋戦争開戦初日の1941年12月8日に、イギリス空軍機の爆撃で、炎上放棄され、日本の戦没商船第一号となった。本船は、 ニューヨークライナーと総称された日本のパナマ運河経由ニューヨーク航路の高速貨物船の一隻である。同航路には1930年に大阪商船が就航させた機内丸型貨物船を皮切りに日本の大手船会社が競って高速船を投入し貨物船の花型扱いされていた。三井物産船舶部は大阪商船国際汽船に次いで参入し、 1933年のアガツマ・ヤマ山丸型2隻以降、阿蘇山丸型2隻、有馬山丸型3隻を就航させていた。そして、三井物産船舶,舶部のニューヨークライナー最終船となったのが、この淡路山丸ママと両都山丸の姉妹船であった。淡路山丸は多摩造船所で建造された。指揮官には三井物産が輸入を扱っていたバーマイスター ウェインのディーゼル機関を搭載し、最大出力1810馬力で日本貨物船で当時の史上最速となる19.9ノットを発揮した。なお、B&W 式ディーゼル機関は背が高い形状をしているため、重心上昇を恐れる日本海軍には好まれず、本船が日本陸軍により徴用される一員となったのではないかという見方もある。 0役設備は門型デリックポストを前後甲板に2機ずつ配置し重量物用のヘビーデリックも有している。姉妹船、両都山丸の写真。ニューギニアの戦いで格差した残骸。上部にキセル型吸気筒のついた門型、デリックポストなど、淡路山丸型の特徴がわかる。淡路山丸型は、これまでの三井物産ニューヨークライナーと同様、 美的に凝ったデザインとなっている。特に船橋まで含むと5階建ての従来貨物船より一層、多い中央上部構造物が目立ち、内部には7室12人分の豪華な作りの客室が設置されていた。上部構造物の前半は、下部3層相当を2層に区切ることで天井を高くし、先客用のサロンに当てていた。これらは貨物船の補助旅客設備として、 異例の豪華さであった。ニューヨークライナーの多くは、スクラップビルド方式の船舶、改善助成施設に基づく補助金を受けて建造されていたが、淡路山丸は、有事の徴用を前提とした、新造方式の優秀船舶建造助成施設による補助金を受けて建造されていた。そのため、軍用を想定した設計が盛り込まれており、経済性に反する最大19ノット町の 高速性能も一例であるほか、軍隊輸送船転用時の兵員居住区となる中間板には最高、換気用の幻想を設け、船守備間板などには15センチメートル級の大砲を設置できる要補強材が入っていた。船名は三井物産船舶,舶部のニューヨークライナーに共通する A で始まるものが命名された。船名に山がつくのも近所山丸など、 同社の保有線の多くと同じである。竣工した淡路山丸は、早速、ニューヨーク定期航路に、就航、1939年8月31日に、横浜港から最初の商業公海へ出航した。本線の豪華な旅客設備は、運賃が通常の客船の二等船室並みと安かったこともあり、優れたコストパフォーマンスで、アメリカ人旅行者に大人気となった。 しかし、日米関係の悪化が原因で、1941年4月にニューヨークライナービンは休行となった。休行までの元船の運航回数は15往復にとどまった。1941年9月10日、淡路山丸は日本陸軍により徴用され、陸軍船番号882番が付与された。しばらくは台湾や中国大陸方面への部隊や、 人員の輸送に従事したが、日米海戦がいよいよ迫ると、マレー作戦に軍隊輸送船として投入されることが決まった。マレー作戦には26隻の輸送船が投入され、淡路山丸は姉妹船、両富山丸と日本郵船のニューヨークライナー、桜丸と共に、コタバル上陸を割り当てられた。船体を灰色の迷彩塗装に塗り替えるなど、 所要の改装を整えた元船は10月23日に宇治名を出港した。装備された自衛武装はわずか野砲一門で、対空火器は皆無であった。淡路山丸他の船団は上陸部隊である匠死体と占領後のコタバル飛行場で使用予定の航空資材を収容すると12月7日未明にフランス領インドシナ沖の白地へ進出した。には 1800人の将兵と、大発動艇や装甲艇、航空ガソリン入りドラム艦多数が積み込まれていた。同日、船団は、軽巡洋艦、川内以下の第三水雷戦隊と飛行第一戦隊の97式戦闘機に護衛されて、コタバルへ出航した。マレー半島各地へ進撃中の日本船団は、紹海中のイギリス軍機に発見されていたが、 イギリス側は大量へ向かっているものと判断し、妨害しなかった。コタバル一き船団に接近したプビー飛行艇は、報告発信前に日本戦闘機により撃墜された。12月7日午後11時55分、淡路山丸はコタバル沖に投病した。そして、12月8日午前1時35分から第一波、上陸部隊を発信させた。午前5時頃、 兵員の揚陸が完了して、物資の揚陸に移っていたところ、イギリス空軍のハドソン爆撃機3機が飛来した。ハドソンが投下した小型爆弾1発が、淡路山丸の第二戦争工場に置かれた装甲艇に、命中、たちまち揚陸準備中のガソリン缶に引火した。弾薬類も誘爆を始めて、消火不能に陥ったため、全乗員は退去した。 両船二隻も被爆損傷したが、沈没は免れている。放棄された淡路山丸の残骸は、4日後の12月12日に、オランダ海軍潜水艦 K12 の来撃を受けて、転覆、全損となった。本船は、太平洋戦争における100層トン以上の、日本商船の戦没第1号であると言われる。なお、南方作戦で1942年3月までに、 上陸作戦に使用された日本軍の輸送船は延べ376隻で、損害は沈没、または格差したものが18隻、内前村13隻であった。太平洋戦争後の1952年に、三井船舶は同盟船を建造している。同じく貨物船で、提出の c e 1 0位を使用可能なディーゼル機関を採用したことが特色である。 1964年4月1日、大阪商船との合併で大阪商船、三井船舶に移籍。1975年1月22日にパナマ企業に売却され、1983年に高尾で解体された。ありがとうございます。